この曲は結婚式とか、人生の中の幸せな、瞬間を祝うっていうこととか彩るっていうことを、テーマに制作しました。今まで結婚とか祝うっていうことをテーマにした曲を作ったことがなくて、大切な人との幸せな瞬間とか、人生の節目を祝うその瞬間を、彩れるような、曲を作りたかったっていう思いから、今回のケークを作りました。結婚式の、幸せな瞬間を、祝う彩るっていうことを一つ形にした時にケーキが、その一つだと思っていて、まさしくその歌詞の内容にも、ぴったりとハマるし、あとは曲の世界観にも、バッチリハマるので、今回のケークっていうタイトルにしました。大切な人との、幸せな瞬間とか、あとは人生の節目を大切に噛みしめてほしいっていう思いと、その先の楽しいことも辛いことも全部噛みしめて生きていこうっていう、意味合いを込めました。聞きどころはやっぱりサビですね。歌詞の中で言うと、固く握った手の先に日々を灯して、祝おうというところですね。ここはケーキ入刀をイメージして書いていて、二人が手を取り合って、その伸ばした手の先にはいろんな未来が待っていて、これから重ねていく日々にこの曲が寄り添うことができたらいいなっていう思いをここには一番込めました。サウンド面だとやっぱりこう結婚式の華やかな雰囲気にフィットするような、サウンドを心がけて、作りました。今回もまた新しく、その作曲のソフトだったりとか、今まで使ったことのない楽器を使ってみたり、またこう新しい結婚式、ソングになるように、いろいろ工夫しながら作りました。特にサビなんかは、一気に空間が広がって、その華やかな雰囲気っていうものを、一番こうダイレクトに伝えられるようなサウンドには、仕上げました。どうもノースです。ニューシングルケークが、1月19日にリリースされました。2022年一発目の新曲なので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。以上、ノースでした。